皆さんこんにちは、ツコミゴードです。昨日さ結構どうでもいい話なんですけどね、その前置きいつも入るんですね。私何か話すとき、コンビニで並んでる間に2回も同じ人に2回も割り込んできた。並んでる間に昨日起きた素敵な冒険一緒にもう一回体験していきましょう。しかも確かに外国人だった気がする。皆さん説明していきますね。カウンターがありまして、でここに店員さんがいるわけ。こっちの方はもうそういうここになんか団体が来てたくさん買い物しとったから、それで忙しかった。廊下があるわけ。廊下っていうかアイル、ここ商品がありますね。コンビニ行ったことありますね、皆さん分かるんですよね。でこのコンビニではここで並んでください。こうやってあるよね。でここで、で足ね、絵がすごく上手ですね私。ここから並んでください。で店員さんが空いたところにどんどん行くような仕組みになってますよね、ほとんどのコンビニ。そして私昨日コンビニに行って並んでるんですよ。ここゴードがここ並んでる。ここはまたおじさんで、まあ男一人が並んでた。で私たち二人がここで並んでる間に、ここにもう一人外国人っぽかったんですよ。私の国に外国人なんてね、行儀悪いね、みたいな。まあまあ外国人っぽかったけど、外国人であったことは問題じゃないよね。これからが問題なんですよ。ここ空いたら、このお兄さんがこっちの方に、まあ目合わせて、で、こっちの外国人が先に行って、タバコを買った。で、こっちで待ってくれてる男の人はちょっと行こうとして、でももう、こっちの外国人も行って注文しとったから。で、それでまあ仕方ないじゃん。多分そういう待つ場所分かってなかったから、なんかここから待って行けるんと思ってたし、まあ、本来そういう、ちゃんと教えなかった店員さんも悪いじゃん。そしてそのお客さんがタバコを買って、ここ空いて、次にもう先に待っててくれた、この男の人がここに来て、買い物を済ませた。で、それで、ゴードが前に行くやん。誘導。ゆに点々ついたらどんな音になる？まあ、誘導が、ゴードが。ここでおとなしく待ってました。男の人が買い物してる間に、さっきの、タバコ買ったお客さんが、ライター取りに行った。ここなんか、ライターこの辺に置いてあって、で、買い物して、ぐるーって回って、ライターを取って、多分ライター買い忘れた。で、ライターを持って、もう一回ここで並んだ。え、ここ、後ろ通ったらさ、ここでみんな並んでること分かるやんと思ったんだけどね。で、ここでもう他の人、何人も並んでた。5人ぐらい。ちょっと混んでたから、結構並んでた。俺はちょっとチラッとこっち見て、え、もう一回そっちで並ぶの？みたいな感じで、こっちの男の人が買い物を終わらせて、もうすぐ出て行っただけ。で、ここ空いたじゃん。この人1回目並んだ時よりずっと待ってるんだから、ちょっと踏み出した、こっちに。で、さすがにこんなに並んでるのに、ちゃんとした、並ぶところで、こんなに並んでくれてるのに、さすがに、この店員さんなんか言うかなと思ったんだけど、店員さんはまた、この外国人に目合わせて、いいよみたいな感じに。で、俺が一回ここぐらいまで踏み出したんだけど、ここぐらいまで踏み出したんだけど、やっぱこっちの方が早かった。また、この人、ライター買った。で、それに対してこの店員さん何も言わなかったし、分かったから多分考えてないとか気づいてないとか、自分でバイトしてるコンビニでちゃんと並ぶ場所あるかどうかも把握できてないかもしれないけど、また割り込んで、で、俺ここになんか中途半端なところでバカみたいになんか立ってて、で、ちょっと振り向いて、めっちゃ人が並んでた、ここ。ずっと人が並んでて。まあまあ、それだけの話なんだけど。で、その後に、まあ、2回目の買い物、やっと終わらせて、
この外国人が出て行ってくれたんだけど、やっと買い物できて、ここに来て何か言おうと思った。全然怒ってたっていうわけじゃなくて、ただお客さんちゃんと並んでるなのに、なんでそういうこの中途半端なとこから割り込んでくる人を優先するんだろうなと思って、多分まあ気づいてないかなと思ってちょっと言おうと思ったんだけどやめた。結局さ、もう何人も並んでたからこっち。だから俺がここでまた話したら、またこっちのお客さんの並んでる時間が長くなるわけ。みんな忙しいのに。だから何も言わないでそこ出て行ったっていうストーリーでした。皆さん、こんなことある？でもそこで何も言わなかった俺も、なんかちょっとなんか日本の社会に影響されてるかなと思った。なんか言い出せない、もういいやと思って。しかもタバコとライター一品ずつ。それだけの話でした。皆さん、じゃあね。